の毎日が有給休暇。では今日の格言を紹介します。本日はこちら。予算とは顧客に対して与えたい価値の見積もり。ではここからは久野会長の解説ご覧ください。はい、こんにちは。東京コンサルティングファームの久野です。昨日はですね、利益によって価値を測る、自分たちがどれだけの価値を与えているのかっていうのを利益が、価値の測定道具としてなるという話をします。じゃあ今日はですね、予算って何かっていうと、この利益予算、売上予算、予算とここを指すんですね。どれだけの予算を設定するかは、自分がどれだけの価値を世の中に提供していきたいのかっていうこと、これ裏返して考える。そうすると予算というのは、ともするとですね、問題が起きるのは、予算の設定を社員の給料評価として使うんですね。予算の達成率を評価の給与としてやろうとすると、予算ってなるべく達成しやすいようにちっちゃくする傾向が出ちゃう。これは良くないですね。ちっちゃくするってことは、お客様に与える価値をちっちゃくしたいっていうこと。社員がこっちの自分の給与、予算の達成率で自分が評価されるっていうのを見ると、予算ちっちゃくしようっていう、まあ、逆のインセンティブが働いちゃうんですけど、価値をたくさん与えたいっていうんであれば、挑戦する予算を作ってくるわけですよ。もっともっと、もう売り上げ倍にしたい、もうそれ以上の価値を上げたいんだからって言って、売上予算、利益予算、このぐらいにしていきたいなっていう挑戦をする。これが本来あるべき予算の設定なんですね。でもここを見ずに、給料を見て予算設定する会社っていうのは、去年までの売上の増加率がこのぐらいだったから、今年はもう 10%、マックス 10% アップだよって言って、ちっちゃくちっちゃくやってるんです、予算。給料を考えて予算を設定するのではなく、価値を考えて予算を設定しよう。そして会社は予算の達成率で給料を決めてしまうと、社員は低くするから、去年よりも増加率で何パーセント増加してきてるのかで評価してあげた方が、この価値を大きくしようっていうインセンティブになるんですね。ここがポイント。